最高寺の大地は二級河川、市川本流と、同志流の平田川に挟まれた兵庫県姫路市の船津、山田、豊富地区及び、神崎郡福崎町の田原、八千種地区にまたがる、馬の背の形をした400ヘクタールの大地である。最高寺の祖水かつては、姫路藩の狩場で、姫路藩主、堺忠志学の家老、河合道の尾身が田原、 亀メツボヤにため池を構築して、田原、船津の一部分を開拓したが、再度の災害で崩壊し放置された。丘陵の麓も貸し菓断球なため十分な水利権が得られず、畑作や放牧が行われていた。明治時代に最高寺野に考え用水を引くため調査された結果、水源を補機産を隔てた北方の神崎郡ゼカ村の岡部川より取水し、 1910年に水利、組合設立、翌年高知整理組合を設立し11月に着工、1914年に疎水が、長池まで完成し通水され完成した。総延長 8.8km、幅1.2から1.5用水路やの水道を8カ所水路橋5カ所の疎水が作られや、桜池、長池、西賀、首池、奥池、鎌が、尾池、 焼けの地等の大小のため池の整備を行い、これらの施設により200万立方メートルを超える、貯水量で300ヘクタール以上の大地の灌えを行っている。2010年3月25日に、最高寺の大地のため池群として、農林水産省のため池百選に選定された。明治時代には、陸の銀山と鹿間港を結ぶ銀の馬車道が開通し、大地の開拓の機運を高め、 現在も中国自動車道及び万端連絡道路が、大地を東西南北に分断し、福崎 JSCIC がある、交通の要所である。2008年には、ため池組や疎水路が最高寺の疎水路関連遺産として、近代化産業遺産の認定を受けた。毎年大地の疎水やため池、ビブシガ工場などの史跡をめぐる、銀の馬車道ため池ウォーキングが開催されていて、 日常も、市民のウォーキングやジョギングのコースにもなっている。繁栄の象徴、先人によりの遺産、最高寺の疎水、最高寺の疎水疎水名館、最高寺の大地のため池群農林水産省、ため池百千銀の馬車道公式サイト、近代化産業遺産通称産業省。ありがとうございます。